しっかりこう勝ち切れるようになったってところは今のチームにとってすごくいいところだと思います。先制されたりとか、追いつかれてとかすごい結構苦しい厳しいような状況もあったんですけど、そういった試合でも、最後まで諦めず、勝ち越すことができた試合っていうのもたくさんあったと思います。まあ、それらができるようになったっていうのも本当に、まあ、運ではなくて、チームとして実力として勝ち切れたのかなと思います。あとはもう自分たちがやろうとしているサッカーが少しずつ成熟して、それが表現できるようになったっていうのが一番の要因かなと思います。失点してもこう焦らずに自分たちのやりたいこと、やるべきことを続けていくことが、ゴールするにあたって一番近道なんだっていうのを自分たちも理解しているので、まあ、そこはこう逆転ゴールだったりとか勝ち越しゴールができる大きな要因なのかなと思います。やっぱりチームの雰囲気であったりとかは一番大切だと思います。試合出れてる選手はもちろん、試合出れてない選手も、まあ、一人一人がチームのために何ができるのかとか、自分に何ができるのか、それがチームにとってプラスなのかっていうのを考えながら行動できていると思いますし、日頃の練習からすごく強度の高い、集中力の高い練習ができていると思うので、まあ、今まさにそういった状況で練習ができているのですごくいいのかなと思います。もう昇格して当たり前だとは思ってます。まあ、その上で監督もよく言ってるんですけど、 J1 でやるためにどうするんだみたいなところを話していて、なんでこううまくいったんだろうとか、じゃあこの崩しができたのはなぜなんだろう、なんで点が取れたんだろうっていうところをもっとこうチームとして、個人としても、細かく理解して、そこの再現性を高めていくことで J1 基準で考えて自分たちのプレーの質を上げていくことが必要だと思います。そうすれば必然的にこう目の前の試合にもクオリティも上がっていくと思いますし、結果にもつながっていくと思うので、あとはもうそうですね、とにかく勝って、目先の試合勝って、昇格するだけだと思います。ここまで来たら、絶対に僕も昇格したいですし、応援してくださってるサポーターの方だったりとかスポンサーの方々と、一つになって、共に J1 昇格、できたら嬉しいですね。はい。